下げて広げるっていう、はい、きつくないですか。はい、はい、叩きます。なんかすごい、なんかピンって、気持ちいいです、ね、左はちょっと痛かったですけど、そうですよ、ね、右が気持ちいいぐらいです ね、 ですね。なんか結構左右差が、ね、強くありますね。ちょっとこう左に倒れやすいとか、やっぱ縮んじゃってるみたいなんですよね、左の方が。大丈夫ですか。結構痛いです。はい。ここ硬いですね。なんてまあ言った、私もそうですけど、YouTube やってると目疲れますよね。疲れますね、編集。そう。人の見たり編集したり、まあ、自分のチェックもそうですけど。そうですよね。何かと結構で時間がね長くなっちゃうので疲れちゃいますよね。それこそ、まあ、姿勢も悪くなっちゃうし。そうですね。で、ガキン外します。ちょっとあの少しあざ状というか、はい、うん、点々出ましたね。赤、はい、くなってますね。肩というか前と上にっていう感じであるので、下げて広げるっていう、はい、きつくないですか。はい、ストレッチします。ここにちょっと痛いと思いますけど、はい、脇が縮んでるので、肩が前にというかこうさ、まあ、そこに引っ張られる感じになるんですよね、しばらくやると緩んできて、痛みも軽くなって、自然と胸が開けるようになりますので、はい、ちょっと下ごきですね、はい、こちらに縮みがあるので、押さえて伸ばします。でした。ちょっと起きてみてください。ゆっくり、ですね、急に起きちゃうと大変なので、はい、こちらで手つきながら体をこう倒して、そうですね、回転させて、ちょっと一回大きく呼吸してください。はい、前叩きます。お疲れ様でした。いかがですか、呼吸は。いやー、気持ちよかったね。姿勢がすごく良くなってますね。はい。いやすごい、今は全然、首多分くくっても大丈夫です。うん、前に行ってるのはかなり軽減して、はい、すごいこうスタイルよく、はい、姿勢良くなってますね。いやすごい、なんかいろんな全身やってもらって、そうですね、全体やりまして、はい、気持ちよかったです。よかったです。はい、す
ごい。お疲れ様でした。30分よりなんか濃密な感じしました。そうです。ちょっと35分ぐらいになりましたけど、でもまあ、はい、約30分でこんな感じで行っております。すごい。ちょっとゆっくりできるまでお時間あった方がいいと思いますが、ぜひちょっとね、立ってみていただいて、はい、あの足の上げ下げですとか、うんうん、なんかすごい少しなんかピンってした感じ、ピンってして、うん、うん、あの首のその左右倒すのもやってみてください。はい、あ、やりやすくなってますね。いきますね、すごい。よかったです。こっちとかなどっちかがピンって止まってたんですけど、行きやすいですね。そうですね、うん。おそらくこっちになってたので、うんうん、こっちに行きづらかったと思います。あ、そうかもしれない。うんうんうん、多分今の方が行きやすいですね。全然行きますね。はい。よかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。